私みたいに前髪が短い人でもこんなに綺麗なかき揚げができるんですよ。こんにちは。こんにちは。はい、ということで今日も始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。今日私ちょっと雰囲気違くないですか？確かにいつも前髪もなんかこうこんなんやもんね。パッツンの重めの前髪なんです。眉毛上ぐらいのね。あ、そうです。はい、もう大体ね、皆さん前髪がある方って、はい、もうアレンジができないっつって諦めてる人多くないですか？そうなんですよ、うん、たまにはね、雰囲気変えたいって思うことも、はい、多いと思うんですけど、はい、で、今日はね、みさきさんが前髪短くてもできるかき揚げスタイルをご紹介します。やっちゃいました。結構綺麗にね、できるから、はい、だから前髪短くて、本当にね、いつも雰囲気変えたいって方ぜひおすすめなので、この方法、試してみてください。ポイントとしては3つ重要なことがあるんですけど、まずはしっかりと濡らす、そしてドライヤーで乾かすときに一度分けたい方向と反対に乾かしてあげて、それから流す。3つ目に分け目を少し斜めに取る。この3つが重要なポイントです。それでは動画どうぞ。今日使うものはお水、ドライヤー、アイロン、今日はオイルを使っていきます。まず最初にしっかりと根元の部分から水スプレーで濡らしていきます。ちょっとこするようになじませてあげると全体が均等に濡れてくれます。顔に垂れてこないように気をつけてください。ちょっと上の部分までしっかり濡らします。この状態でまずどっちに流すかを決めます。だいたいいつも私は右側から左に流すんですけど、乾かしていくので最初に分けたい方向と反対に乾かしていきます。そしたら今度は流したい方向に乾かしていきます。ドライヤーは前から後ろの方にオールバックのイメージで乾かしてあげるとやりやすいです。こんな感じで乾かしたら分けていきます。分けるときは真ん中よりも少し右側で分けて、若干こう斜めにスライスが取れると綺麗な形に見えます。こんな感じで少し外側に斜めに分けております。このままだと毛先が動きがないのでアイロンでスタイリングしていきます。ちょっと跳ねてる部分もあるので、これをまずは寝かせていきます。そして毛先の部分はこういうふうに外に流れるようにしたいので、こっち側に顔から反対の方に流してアイロンを通していきます。こんな感じで流れをつけていきます。反対側も同じように外に流していきます。そしてオイルをつけていきます。だいたい100円玉くらい、見えにくいんですけど出して、全体に伸ばしたら根元は少し外してつけていきます。少し手ぐしを通すような感じでつけていきます。手先の部分は少し束を出すようにつけていきます。産毛とか、あと跳ねちゃうところは撫でるようにつけてあげて、しっかりと顔周りの産毛もオイルをつけていきます。
顔周りがパサついてるとちょっと乾燥してダメージしてるように見えるのでしっかりとつけていきます。全体の質感と合ったら完成です。最後に全体をラフ感が出た方がおしゃれ度が高くなるので少しざっくりと全体をなじませてあげて完成です。はい、ということでね、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、私みたいに重ためなパッツンな前髪の方でも簡単に立ち上げ、この書き上げバンドっていうのができるので、ぜひやりたい方はこの動画を何回も見てやってほしいなと思います、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もね、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後もね、皆さんがね、綺麗でね、可愛くなれるような動画をね、また作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。